すみません。さっきそこの商店街で財布をすられました。そうですか。詳しく聞かせてください。商店街のどのあたりか覚えてますか？多分ハンバーガー屋の前で人とぶつかったのでその時かな。スリが何人組だったかわかりますか？いえ、わかりません。スリっていうか、ぶつかった人の格好とか覚えてますか？ぶつかった人は男性です。黒いジャケットを着ていました。じゃあ、お手数ですが、盗難届を出していただきます。こちらに連絡先、すられたものなどを記入してください。はい、わかりました。すられたものは、財布と書いたらいいですか？はい、財布の中身も書いてくださいね。見つかりますかね？難しいかもしれませんが、見つかり次第ご連絡します。最近スリが多いですからね。気をつけてくださいよ。はい、気をつけます。はい、すみません。さっきそこの商店街で財布をすられました。財布をすられました。はい、关键字就是这个すられます。すられます是受身型、被動型、对吗？它原本就是すります、すります。名詞就是すり、すり、すり。有没有听过呢？すり就是扒手的意思。我的发音对吗？扒、扒、扒。你听得懂就好了。扒手的意思。这个叫做すり。动词就是すります。被、被、なんだっけ？被偷了，被偷就是すられる，すられる。这个跟一般小偷进去那个房子里偷东西有一点不一样哦。这个すります就是在路上，路上有人就偷偷的拿你的钱包还是手机之类的。はい、再来。そうですか。詳しく聞かせてください。詳しく聞かせてください。聞かせます是动词使意性，所以呢，让我听听的意思，让我听细节，给我听细节的意思。はい、再来。商店街のどのあたりか覚えてますか？商店街のどのあたり？どのあたり就是哪里附近？覚えてますか？你还记得吗？多分ハンバーガー屋の前で人とぶつかったのでその時かな。前で。人とぶつかった。对、就是ぶつかります。ぶつかります。就是撞、撞、撞、撞到的意思。ぶつかります。再来呢、跟谁撞、就是人とぶつかります。用と来连接よ。可以吗？